こんばんは団長、元気。いや元気だよ、めちゃめちゃ。ちょっとインプット、そうインプットの時期を作った方がいいかなって思ってさ、今回ね、まあ、ちょっと実家に帰ってね、あの実家がさ、ちょっと、まあ、引っ越しするみたいな、団長の、 あの小さい頃のやつとか、そう兄上の、まあ、なんか物とか、そういろんなものが、荷物があって、まあ、まだ引き払ってないお家があって、そこが団長の、まあ、実家ではあるんだけど、まあ、そこをね本格的に引き払うということで、まあ、最後に見てきたんですけど、いやーなんか元気出たわちゅうのもね、あのみんなが想像してる以上にマジでボロ家なんよ。とあるホロメンに見せたんよ。なんかちょっと団長ね、実家に帰ってきて、あの自分はね、なんかこういうやっぱなんかボロボロなとこに住んじょったけん、なんか今恵まれちょんのやなみたいな、シャワーがあるってことが恵まれちょんわみたいな話をして、あのその写真を見せたんだけど、あのね、あのチラズアートって言われるあのシャワーもないし、あと お風呂を沸かすのも外でしか沸かせんくてあとなんていう、四角い風呂なんよ、四角い風呂で、あと部屋がね土壁、そう土壁で、もうとにかくボロボロなんよでもなんかそういうね、そうなんか虫とかもめちゃめちゃ入ってくる、ムカデとかもね出てきたりとかするお家なんやけど、なんかそれに比べて今はな、そう今はシャワーもあるし、便利なもの、そうウーバーイーツとかもあるしさ、なんか大丈夫、恵まれてんなーって思ったら、なんかちょっとこんなんでねへこたれてちゃいけねえなっちゅう